はい、タンタンです。本日はマーチンの最高峰4号の、カスタムモデル入荷しました、マーチンのカスタム OM45、プロモ、シャープの4番となります。プロモーションの、1本となりまして、これね、総代理店、マーチンの総代理店の黒坂機店さんの方で、カスタムオーダーされた、一品となりまして、そちらの、まあ、中古品となっております。備品ですけどね、中古品となっている一品でございます。まあ、特徴としてはこちら OM、ね、OM45 の、スタイルで作られたサイドバッグが、木目いいですね。こちらグアテマランローズウッド、グアテマラのね、ガテマランローズウッドのサイドバッグというところが、まあ、まずはポイントかなと思います。サイドバッグですね。そしてトップ板、こちらがアディロンダックスプルース、このあたりもすべて、ナザレスの、マーチンファクトリーの、ところでこうね選定して、選んだということで、かなり力の入った一品でございます。限定で5本限りとなっていたので、まあ、その中の4本目となっている素晴らしい個体でございます。ロングサドルの、まあ、4号の、アバロンの、パフリングロゼッタ、非常に美しくもちろん仕上がっております。ヘッドストックはね、こんな感じで、ペグはねグローバーの、オープンバックスタイルで、オープンバックで仕上げられておりますね。マホガニーネックとなります。で、まあ、あの全体のこのバインディングですね、ヘッドストックまで全て統一された、フレームメープルのバインディングもこちらもカスタムになると思います。はい、まあ、そんな感じでこちらが、代理店の、ね、黒坂機店さんの60周年記念モデルということで、企画された一品となっておりまして、まあ、2017年の発売だったんですけどもね、シリアル見ると、まあ、2016年のシリアルにはなっているんですけども、まあ、そのあたりでかなりね力の入った一本となっております。ちょっと行ってみましょう。低音の伸びいいですね。そして、高音のきらびやかさ、粒立ちの良さ、この辺のバランス感も非常に抜群な、タッチで弾くことが、ね、できますね。音は素晴らしいと思います。まあ、まだ年数もね全然経ってない、まあ、もちろん備品でございましてですね、まあ、傷の方はいくつかこう光に当てて探したんですけどもね、この辺に少し浅い、
当て傷というか打痕みたいなものが一つあったりとか、この辺のね引き傷ですね、軽く引き傷あったりとか、まあ、あとは本当に小さいものですけどね、ちょこちょこ小傷ですね、本当に吹き傷とか小傷はあるんですけどもね、あとまあこの辺の体に当たる部分が少し、塗装がね少しだけ、光に当てるとちょっとだけこう白くくすんでる感じが、こんな感じですね、あるかなと。もう本当にそのぐらいの程度で済んでおりまして、ネック状態とか、フレットはね本当に、プレーン弦が少しだけ減ってるかなっていうぐらいの、状態で、まだまだ長くお使いいただける状態でございます。トラスオットもちろん正常でございますね、サドルザーンもまだございますし、備品のユーズドね、なかなか出ないと思いますので、ぜひですねこちら、素晴らしい一品入荷してまいりましたので、お早めにご検討いただければなと思っております。もちろんハードケースオリジナルのものが付属となっております。そんな感じでこちらマーチのカスタム OM の45、プロモの、シャープ4、ぜひお早めにご検討くださいませ。それではタンタンでした。